今、01突破に向けて行動しています。えー、まずは、認知を獲得すべくツイート数を増やしているところです。他にも音声配信などをしていますと。しかし、えー、最終目的のコーチングに来てもらうところまでのシナリオがないまま行動している状態です。行動していけば、何かいいアイデアが出てくるだろうと楽観的に考えていますが、えー、同時に感覚的に行動するというダメなパターンではないかと、不安になることもあります。こういった場合、どのように考えていけばいいでしょうかと。 あ、なるほどですね。これは、まあ言ったビズキャンプで喋ってることなんですけど、ちょっと、まあはみ出しなんでね、ややこしい言い方させてもらうと、その事業の、まあ作り方と、事業のやっぱ、ま、正しい進め方、回し方っていうのを、うん、あの、覚えればいいっていうだけの話。で、うん、もうちょっとややこしい言い方すると、再現性を確認しながらフ、フラクタルに事業を構築していくっていうことを覚えてほしいんですよね。うん ぜひ。フラクタル。難しい言葉。まず、その01においてやってほしいことっていうのは、コンセプトを作ることと商品を作ること。認知獲得するべくツイート数を増やしているっていうふうにおっしゃってるんですけど、どういう段階かわからんけど、まず、ペルソナは絶対に設定してほしいよね。うん、コンセプト作りって言っても、そのややこしいコンセプト作り最初しなくていいんで。うん、この間、ウェビナーでやったのは、1万円稼げるコンセプト商品作りでいいですよっていう。はいはいはい。 よく結構そのコンセプトも商品も定まってない。例えばこの場合やったら、うん、そのコーチング来てもらうところまでのシナリオがないままっていう風におっしゃってるんで、もしかしたら明確な商品っていうのがまだ作れてないかもしれない。で、うん、の、やっと仮定して喋ると、結局そのコンセプト商品がいつまで経っても決まらない人って、まあ、ちょっとギュッと簡単に言うと、君そのコンセプト商品で1億円稼ぎに行こうとしてないっていうような、 うん、そんな壮大なもうスペクタクルコンセプトを作りに行こうとしてるのよ。うん、してる場合が多いのよ。そうじゃなくて、フラクタルに事業を回していくっていうことはどういうことかっていうと、1万円稼げたら1万円稼げるその再現性っていうのをデータを取りながら確認していって、その再現性を担保していって、そこからじゃあ今度10万円稼ぎましょう、100万円稼ぎましょうっていうふうに、 どんどんこう、まあ、もうちょっと一番ポップな言い方すると、雪だるま式に大きくしていきましょうよね。うん。だから最初は1万円稼ぐっていうことを例えば考えた時に、これやったら、うん、このコンセプトやったら1万円は稼げるわっていうコンセプト。うん、この、うん、これやったら1万円稼げるわっていう商品をまず作って、うん、で回してみるんよね。うん。うん、っていうことを、あの、最初していってほしいっていう。 あとは、次第を云々っていうのは、多分ツイートやってるんやったら、今のまあパターンとしては、とりあえず01突破なのであれば、な、まあ、目安言った方が分かりやすいから、まず、じゃあツイッターでツイートして、認知増やしてるってことは、インプレッションを増やしてる段階だと思うね。そこから、何らか多分公式 LINE、あるいはメルマが、そらく公式 LINE 落とし込んで、その公式 LINE の巻き絵っていうのも、まあ、らかのキラーコンテンツ。 うん,う,んうん。を用意すると思うんですよね。シナリオっていうのは、だから、ツイートやるってことと、も簡単に言うと、キラーコンテンツを作ってください。あとは、自己紹介ページを作ってください。もうそれでお、それで OK。あとは、そのキラーコンテンツっていうのの、あの、受け取り数っていうのを、とりあえず30人くらいを目標に、その自分の作ったキラーコンテンツを配ってください。ああはい、はいはい。そのキラーコンテンツを受け取った人の反応を得てください。イコール、これ、見込み客のデータを集めてくださいってことね。うん。うん で、そのキラーコンテンツで、あの、必ず、あの、CTA を用意しておいてください。その CTA ってな、うん、まあ、CTA ってコールトゥアクションって、あの、キラーコンテンツ読み終わったら、うん、例えば、こんな無料の企画に参加しませんかとか、うん、1000円で、ズームでセッションするんで、例えば、コーチングって書いてるんで、じゃあ、あの、フロントエンドの格安のお試しコーチングみたいなもの、別に無料でもいいですし、まあ、500円、1000円、まあ、あるいは数千円ぐらいのでもいいので、それをなんか CTA に置いて、うん で、その30人ぐらい受け取ってもらって、その反応を見てください。はいはい。うん、なんか、有料で売るのがオ。オファーするっていうね。うん。そうそうそう。有料で売るのが、うん、あ、なんかちょっと自信ないな、いないと。全然最初無料でいいんで。うんうん。で、何人か、まあ、30人に受け取ってもらって、3人から5人くらいの人と、えっ、ー、と、の見込み客の人と、に、あの、無料で価値提供して、で、うん、その人の、まあ、顔を見る、あるいはそのデータを、あの、集めてほしいよね。うんうん。うん。っていうところ。 に、あの、集中してもらえたらいい。うん、そこで、それ価値感じてもらえたら、まあ、バックエンド。うん を売ってほしいんやけど、もうバックエンドっていうのも、例えば、じゃあもうそのコーチングっていうのも、なんかよく、よく、情報発信ビジネスを白いた場合はタブーですとか、うん、高単価な商品を、インサイドセールスなんだったら高単価な商品を売った方がアポ単価が高くなって、ATV 上がってとか、だから少ない集客力でもみたいなこと言うんやけど、そんなん一旦無視して、フラクタルに転がしていけ,いけば、まあそこカスタマーサクセスの話とか出てくるけど、うん、一旦端し終わるけど、もう、うん、あの結論から言うと、月額5000とか月額1万とかでいいんで、 それくらいだったら商品作れると思うんで、うん、アルファ版のバックエンドを用意して、うんうん、でキラーコンテンツの CTA イコール、アルファ版のフロントエンド、ね、を用意して、30人くらい配って、3人から5人くらいの人と喋ってみてくださいと、そしたら、確率的には別に1人,くらい1人か2人くらい売れてもおかしくないんで、でそれで売れたらゼロ一達成ですと。 売れなかったら、そのデータをもとに、あ、キラコン滑ってんのかな、あるいはそこの CTA の部分滑ってんのかな、あるいはそこの無料企画のお試しっていうところの企画が滑ってんのかな、っていうところっていうのを見ていって、そうそうそう。で、修正していって。もう一回やると。そうそう。っていうような逆に言うと、今玉井が言った以外の部分のところっていうのは全部捨ててもいいと、今は。今の段階で、0、1の段階で。それ以外の作業っていうのは、ね、にエネルギー注ぐ必要ないと注がなくていいです。う イメージで進めていってもらえるといいかなと思います。